グラスに入ったグレナデンシロップ市販されている瓶詰グレナデンシロップ。グレナデンシロップはザクロの果汁と砂糖からなるノンアルコールの赤いシロップ。赤い色はザクロに由来する。最近のものはザクロは含まれておらず、木イチゴ、カシスやエルダーフラワーなどの果汁並びに香料と砂糖によって作られている。カクテルの材料として味を深めるために、また色合いに赤みを加えるために使われる。例えば、ボヘミアンドリームなどはグレナデンシロップの赤が全面に出ている。なお、フランス語圏や日本では、グレナデンシロップ=ザクロのシロップと考えられているが、英語圏では複数のベリーを混ぜたシロップのことである。ザクロのシロップはモナン社であれば、グレナデンシロップとは別にポムグレナートシロップがある。語源であるグレナデンはフランス語のグレネードの指小型で、直訳すればザクロから生まれたものという意味である。通常はこのイチゴでもザクロのシロップのことだが、この語自体にはシロップという意味はない。なお、オールズローワーグレナデンというザクロのリキュールもあるが、これはグレナデンシロップとは別物である。こちらもカクテルの材料として使用されることがあるため、区別しなければならない。基本的には高温を避けて涼しい場所に保管すればよい。ただし、冷蔵庫の中のような低温にさらしてしまうと、シロップ中の糖分が結晶化してしまうなどの問題が発生するため、そのような低温となる場所には保管しないことが望ましい。また、一度回栓するとカビが発生する可能性があるので、回栓後は早めに使い切ってしまう必要がある。なお、カビの発生などを防止するために、1割ほどウォッカを加えてしまう方法もある。しかし、ウォッカを添加した場合、ノンアルコールカクテルには使用できなくなってしまうという問題が発生するし、わずかではあるが、他のカクテルのアルコール度数も上げてしまう。ありがとうございます。